ギデオン食肉工場ザゲームにてアルバートウェスカーでやっていきます。さあ今日はギデオン指定で爆音ウェスカーをやっていこうと思います。もともと 40m というめちゃくちゃでかい脅威範囲を持つウェスカーに苦悶の根源をつけることで 50m という爆音になる、ギデオンの隅から隅まで心音が響き渡ることでしょう。そんな中、ずさんな肉屋で生存者を傷つけてですね、でさらにピエロ恐怖症で回復を遅延阻害していきたいなと思ってます。でさらに骨抜きの作用もつけてるので、これでさらに回復遅くなってくれたらいいなと思うんですがこれはねあんま効かないんですよね。下行く、スマチャクじゃなさそう。あ、それ倒すのか。あ、こういうところこういうとこね、ウェスカー触手で越えていくと、そうやな、別のポジ行くしかなくなるよね。でここも触手で越えていくと一周回れないから、それも倒さざるを得なくなるような。あ、こんなもんでいいでしょ。もう5枚ぐらい倒したんじゃない。いいね、ここね2枚一気に倒させることができるんですよね。あれ渋ったら倒れるからね。ああ、飛ぶんか今の。まあまあまあ、これ越えよう。はい、こういう切ったん見てから飛んだら一周回ってもう一回飛ぶのは無理なんよ。あ、てか、あ、あそこか。はい、 You disappoint me. Is that the best you've got? あ、でも触手当てりゃよかったな、猛毒バウンドね。ちょっと感染させるといいことがあって、今回ですね爆音のウェスカーなんですけれども、感染させると、これ届くか、あ、やば、これボイルオーバーやろ、勢力争いありそう。あ、フリップフロップか。おお、執念フリップフロップボイルオーバー不滅みたいな、そんなやつですか、例のやつですか。来たなちゃんと刺されたな、やばい時間稼がれてる。あそこあるね、オッケー。あ、でもこの距離感はオーラ見えんねんな。ここまで近づいたらフックのオーラ見えなくなるね。ボイロバやりよる。で、感染させて、その感染を生存者がスプレーで治したら忘却、もとい今は無感覚ですかね、無感覚のステータスにより生存者は急に心音が聞こえなくなって、しかしこっちからは治してから8秒間オーラが見えているっていうだからちゃんと触手当てとこう。よし、うん、今度は釣れるね。爆音、ちょボイロバ強いな爆音なんだけども急に静かになって、しかもこっちから一方的にオーラが見えてるっていう状態がいきなり作れる。こんな感じでアドオンを選んできました。パーク構成は基本爆音する、ね、はい、でアドオンが奇襲構成届け、いやーいけるかなと思ったんですけど、おお、触手フェイントもかかんないの。あ、そうそうそう、なんか気づいたんやけどさ、触手構えるとき、うんって言うじゃないですか、ウェスカーって。あ、どこ行った。だけどあのイタスタンを食らった直後に触手構えたら、ふんふんふん言わないんですよね。だからそれがあるんであれば、あの板割りフェイントとかも板食らった後にやればかかりやすいんかな。なんかね、ウェスカーのチェイスしててさ、触手構えるときふんふんふんって言うのにたまに言わない時があるから、フェイントに引っかかるなーっていうのあったんですけど、それやろな。ああやる、くそ今のはちょっと軽率でしたね。でも俺もちゃんとしっかり見ないとね。そやね、そっち行くしかないよな。でもそこ板あんねよな、強いな。はい、ただこれ行って、そう、右側も板2枚倒させたから、でこれ一周回れないよ。これがウェスカーの強みよ
周回距離長めの板やったら、そう、強すぎる板やったら、むしろ触手で超えると一周回れなくて殴れる。窓にも言えるね。喜びの窓とかね、あれも周回距離めっちゃ長くてめっちゃ強い窓やからこそ、むしろウェスカーなら終えるみたいな。てかまた2つにしかしてないよな。急ごう。ちょっと別の人襲うか。1人追いすぎやん。この人、あ、これやってるね。オッケー。え、ちょっと、あそこね。オッケー。そこで感染を治している人がいて、おお、マジか。おお、ラッキー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 。これはラッキー。よっしゃ。まあこの人釣ろう。で、もう残り2台やからね、ジル見つけて葬りたいな。こっちら辺におったよな。この発電機が治りかけてるよっけど、あー、まああっち3つの発電機固めるんでいいかな。ここは最悪治ってもいいっちゃいぐらいの感じで。で、これタップ系じゃんな。で、これね、心音が消えてるから、ここ、はっ、いやー、気づいてるか。やる。決め打ちで殴りに行ったら痛まちしてるかなと思ったんですけどね。ちゃんと気づいてましたね。ここ痛ないっしょ。その奥もないっしょ。だいぶ痛消費してるからこれはタップ厳しい。ちゃんと感染させよう。よし、うん、治った。治ったけど、さっき治りかけてたやつなんであればまだ大丈夫多分やけど、生存者4人やからさすがに1人やりたい。あれはエイダが治療ミスってる音やな、多分。めっちゃミスってる。いいぞ、ピエロ聞いてるぞ。はい、ケイトも感染はさしたいね。当てたい。しっかり見て。これで感染。お、直した。はいはい。これ芯消えてるタップ行きたいな。無感覚タップ、いいよいいよいいよ。はい、よし、届く。強いウェスカー。いい猛毒バウンドでしたね、今のは。よっしゃよっしゃ。で、この人も2回目と。ジルか、この人やな。はい、で、発電機見に行こう。まだ回らんやろ。そこちょっとやってて、ここもちょっとやってると。これケイトか。ケイト、よし、ちょっとめんどくさいな。一回しっかり発電機蹴っ飛ばそうか。ケイトが感染最高までいったから、そろそろ直してくるかな。この発電機もしっかりゼロまで交代させよう。せっかく発電機が溜まってるし、一回しっかり見ようと思ったら、俺、あ、これは行きたい。とうとう見つけたぞ。この人ボイルオーバーやからな、すぐに担がんとね。フリップフロップは確実についてるから。執念は分からんかったな。ちょっとパッタンをした時のうめき声聞きたかったけど、直接掴んだので、このまま終わり。よし、オッケーオッケー。これで1人終わらせて、まあ、このチェイスのスピードであれば全然回んないはず。うん、オッケー。これちょっと一回発電蹴りたいな。いいね、一発一発でここでやる。これ倒すっしょ。はい、あ、ここもいたか。まあまあ、これ割ろう。よし、ちょっと確実に行こう。これでこの発電機固まってる周りの板が2個消費されたから、次は逃げられないぞね。もうやってない。
よしよし、いいぞ。いいぞ。ええ感じに発電機固まってる。で、板もだいぶこの周りないから、次は逃げられないんじゃないかな。タップ直さないね。やっぱ直したことにより場所バレてんなっていうのが、完全に伝わったね、これは。まあまあ、そもそもね、スプレーで直したら殺人鬼の本能発生するから、ね、その後オーラ見られてるまでは把握できてるかわからんけど、まあでもスプレー使ったらそれを頼りに来るなっていうのはだいぶ気づかれてるね。タップに2回やってるからな。直した瞬間に無感覚の状態の間にね、襲ってこられて倒れるみたいな。結構使うの恐れてそう。他の人がチェイス入ってから使おうかなぐらいの感じなんやろな、多分ね。で、エイダもなかなか心音を浴びせてたら回復できない状態っていうか、救急キットに頼ってたんかな。自己回復は持ってなさそうやな。ケイトに回復してもらうしかないんやけれども、出会えてないっていう状態かな。てか全然おらんねんけど。ん？できるだけ真ん中立ってこの辺うろうろして、あ、おっとおっと、心音全体に鳴り響かせていこう。エイダが回復できない状態にしていく。これケイトやんな。ガラス飛んでんぞケイト。どんだけ隠密しててん。ロッカーの中でもおったんかな。ケイト怪我におるやん。やったぜ。ずさんな肉屋ついてると寸止めされてるっていう危険性もないからな。これいいよな。はい。いやーもう無理よ。発電機直らんでしょう。よしよし、当てるか。いいだって2回目やな。ああいいね、いいタイミングで体直してくる。だけど、はい、今無感覚状態で心音聞こえてなくて30秒間ね。さあ行くで、またタップ。この辺おるっしょ。あ、おった。よし。あ、今の触手でもよかったね。まあ、どの道この人は終わりや。オッケーオッケー。なんだ、諦めたか。ちょっと諦めた感もあったな。発電機回せなさそうやったもんね。回してなくて、どっかに寄ってて、これ治療ミスってるな。いいぞ。染み込んでいこう。で、骨抜きの作用も作用してるから、これ治療してもらう。あ、治療してもらう。これもう無理でしょ。めちゃくちゃ遅いと思うぞあれ。赤のゲージ。あー諦めたなゲージ。そうね、発電機固まって残り3人になった時点でちょっとケイト諦め気味やったんかもしれない。カラス飛んでたからな。よし、あとはエイダで、エイダも深手まで食らってんねんなこれ。よしよし。よーし、終わりー。オッケー。いや、結構いい感じに効いたんじゃないんかな。骨抜きの作用も最後の方は相当効いてたし、まあでも後から効いてくるパークやからな、今の時代にはそぐわないかもしれない。爆速発電時代ですから。まあずっとやけどね。特にね、有能とかで爆速で回されるから後から効いてくるパークはなかなか使いにくいよな。あ、でもダイングライト増えたけどね。よっしゃ。骨抜きの作用の部分はそうやな、何がいいやろな。まあ無難に発電機遅延パークにするんがいいんやろうけども、今回生存者がスプレー缶を使ったら急に心音聞こえなくなってオーラ見えてみたいなやつやから、それの補助として対面入れてみるみたいな。爆音静音ウェスカアドオンプラス対面で心音は聞こえてない生存者も見つけていくみたいな構成も面白いかもしれんので、ちょっとやってみるか。ギデオン食肉工場座ゲームにて爆音ウェスカーでーす。てなわけで、1試合やってみたんですけれども、骨抜きの作用が効いてるのかよく分かんなかったので、その部分を闇との対面に変えて、アドオンの効果で無感覚状態になった生存者を
アドオンの効果でさらにね、オーラは見えるんですけれども、プラス対面の効果でもう追い詰めていきたいなと、そんな感じの構成になってます。さあ、あ、これダンスウィズミーや。おー、珍しい。おー、いいね。だけどちゃんと終えた。はい、さあもっと積極的に感染させていこう。あ、一発直射当てて感染させて、もう一発はずさんな肉屋入れるために直殴りがええよな。倒さない。でここで、はい、これで超えると、そうね、耐えさざるを得ないよね。これで最強板が一気に2枚消費できる。こうやってたわけじゃないんか、誰か。もう逃げてんな。あ倒してもろて、はい。これで、うん、いいよ。そうそうそう、でこれ一周できないよ。これウェスカー強いよな。オーケー、周回距離が長い板を普通に追える。初動からウェスカーの強いとこがしっかり出た感じがします。ただこれ、あ、そうよね、近釣れないっす板壊すの忘れてました。うっす。さて、いい感じの初動を経て、まだ発電機残り5台。いいよ。でいい強い板もね結構消費できてきてるから。あー、スプバ、陽一はスプバね。よっ、うん、あー出ないか、マジか。倒さない、なんか渋るなこの陽一。フオッケー、板しぶり陽一。まあ陽一さんをあ、これ超えて、超えたら多分一周間に合わないよね。そうね、で上、よし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 、いいね。ウェスカーの強さ出てるわ。これなんですよ、ウェスカー。触手で板を超えるという選択肢。ギディオン強い板多いから、それだけにそこを逆手に取っていきたいわ。これはワローでも強いから。はい、いる。ケミ当たらんか。よしよし、向こう。まあこのまま追っていいかな。一人一人追っていったらしんどそうやけど、ここないよね板。うん、これで触手と直接攻撃で感染とずさん両方与えていく。おい、でフェリオジが、おお、いいね。そうやんな、あれフェリ、あ、じゃフェリオジじゃないわ、陽一や。陽一下降りて、そっち行って、いいよ。こんにちは、どうも。あ、しかもスプバももうない。はい、これ、あー、なるほど、すれ違いしようとしたんか。それはね、できないんですよ。しっかり自分がね、そっち側向けば。まあでも、こっちの板行くしかなかったね、今のはね。同じところでぐるっと回ろうとしても多分追いつけるから。いいぞ、よしよし。発電機割って、うん、ここはやってない。とどこやろな。9入って、まあそうやんな、そうやんな。まあ陽一やっちゃっていいんじゃないかなこれ。あ、間に合うぞ。結構いたしぶるよなこの陽一。だけどそれは運のつき、残念。こっち釣りまー、
よし、これで1人対3。残り3台で1人対3はいいペースですね。おりゃ、そっか、それは普通に発電機のスキルチェックミスったんかな今の。あれ、おらん。上、あ、そう、あ、そう。あ、そうやな。あ、フェンミンか、しかも。あ、フェンミン元気やけど、ウロボロス感染してる。これ、触手当てたいな。はい、これ追いつけるぞ。よし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 。すれ違いしようとしてくる人おるな。オッケー。パンパン。対面全然生きてないぞ。生存者もっと傷つけないと。対面がそもそも発動してないよな今。どうやってる。いた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 。はい。この人を傷つけ、ああ、スプバー、良きスプバー。あテイクかけたんですけど、これ超えてみるか。はい。ああ、ただなー、ちょっと距離がなー。はい、じゃあやろう。これで、あー、いやでも結構距離あるな。これダメだ。もっと距離詰まってるところで触手で越えないとダメやね。よしよし。あー、でもこれ一発切れる。対面、はい、対面発。お、はいはいはい、そういうこと、そういうこと。あー、ディストーションか。オーラが見えない。アフレコかディストーションやなこれ。はい、で信号消えてて、さらに対面はいらんかった。よーし。オフレコやな。でも回復行動を取ってたから我慢は消えてる。あ、叫んでる叫んでる。これが闇との対面よ。特に意味はなかったけど。よっしゃ。さあ、あと2人やん。これはもう買ったと言っても過言ではない。どこおるやろ。おお、いいねー。これミスったよね絶対。そうやんな。ピエロ効果きた。はい、おい、あ、いい、いいタイミング。いやけど間に合わない。こうやって力いくか。あ、反応遅れたんちゃいますか。よし、オッケー。いや、ピエロ恐怖症のスキルチェック、やっぱね、めちゃくちゃ集中してたら止めれるのは止めれるんやけど、いや、やっぱ難しいよね。一回ミスるとこうやってちゃんと殺人鬼に場所バレるし。いや、いい感じですよ。闇との対面。こっから行かせるか。あー、でも木村優衣そうよね、もがくよなそりゃ。残り2人やし、対面行きひんな。木村優衣焦点対面ね。そう、この前もね何試合かやったんですけどね、やっぱ行きないね。なんか骨抜きの作用もようわからんかったけど、闇との対面もこの構成だとあんまり生きないかな。まあレースとかで使うとね生きやすいっすけど。あ、待っちゃった。あ、これは間に合わなさそう。ゲート戦負けっすね。まあしゃあないっす。というわけで、爆音ウェスカー2本立てでございました。闇との対面も骨抜きの作用もなくてもバックオンエスカーはできると思うので、普通に安定感増すんであれば堕落つけたり発電機チェーンパークをつけるっていうのが鉄板になりそうですね。はい、というわけで、バックオンエスカー面白いのでやってみてください。室内ならどこでも生きると思います。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。